え、1万円警察に届けな。おい、警察に届けるのはやめろ。持ち主に見つかってしまったらどうするんだ。誰だ。分かってるくせに。私はお前の中の悪魔だよ。悪魔？ちゃんと警察に届けないとダメよ。持ち主が困ってたらどうするの。誰だ。私はあなたの中の天使。あなたを正しい方向に導くわ。出たの天使。あなたにタコ君を支配なんかさせない。人間の心と体を支配してやる。タコ君、あなたには今からさまざまな二択チャレンジを行ってもらうわ。もし悪い選択をしてしまった場合は、あなたの心と体が悪魔に支配されてしまうから気をつけて。悪魔。
道が分かります。もし私の方にたどり着けばご褒美、悪魔の方に行けば罰が与えられるという究極な対決のクイズになります。 1.5 倍速で回さなあかんぐらいの伸び具合やったな今。じゃあ無事に天使ちゃんの部屋にたどり着けばいいということか。そうですね、はい、じゃあ誤った選択をしないように妖怪に行ってきます。 YES。 ありました。ん、早いのは A 光、 B 音。簡単すぎますこれはいただきましたよ。 A の光ですね、これ。え、大丈夫？ん？大丈夫？大丈夫ぞ、光で。小学3年生でも分かるんじゃないですか。ちゃんと A 選びましょう。 A です。はい、お、ありました。 A、キッチンです。お、キッチン行きましょう。はい。いやー、そんな簡単すぎるやつ外しちゃうとやらせって思われちゃうじゃないですか強調した方がやらせって思われちょっと待ってむずい。長いのはどっち？ポッキー、プリッツ。わ、むず。これは知らない。めっちゃむずくないですか？難しい。プリッツあんま食べへんからポッキーでいきます。本当に？はい。え、違うかな。プリッツにしましょう。プリッツで。お、ちょっと待って、お風呂って書いてあれ？これさてはミスったな。あ、これ間違いな選択をしてしまったんだ。あ、イニャリに近づいてる。うわーやばい、最悪や。ということでさっきも一回見たんですが、生物なのは細菌かウイルスか。これめっちゃ難しいな。え、どっちも生物じゃないの？菌ですね。菌、菌の方が動いてる気がするどっちこれ、マジで分からへん。 A にします、細菌。はい、いきます。はい。3回です今合ってるのか分からんわ。じゃあ合ってるのか分からないまま来ました。平均気温が低いのはおどんどん難しくなってきてるから、俺これ絶対悪魔の方言ってる気がする。日本は下の方が暖かいから、南極の方が暖かいです。暖かいから B や。答えはいきます、地下です。おいや、地下っていう名前の響きが悪魔なんですよね導かれてる。なんか地下ってなんか悪魔のイメージしません？確かに薄暗いところにでいる感じあるよね。じゃあ行きます。はあ、悪魔な気がするな。行きます。私たち
天使か悪魔か選んでください。手が長いのがどっちかってことね。腕ですね、腕から指先までの長さが長いのは、もう、はい、天使です。え、正解。なんで分かるんですか。すごすぎ。身長見たら分かるでしょ。じゃあ第3問いきます。はい、今日夢にタコくんが出てきたのは天使悪魔どっち。出てきたのどっちか。はい、あのね、答え分かるんですよ、これきっと。きっと悪魔なんですけど、きっと悪魔なんですけど、ちょっと悪魔の顔や今。いや、あのね、あのそれが一番いい。そうですよ。あの全然あの動画的なもの考えなくていいや。うん、動画的なもの考えなくて、マジで考えなくていいから。本当に思ったこと言って、思ったこと言ってみ。悪魔。悪魔です。不正。絶対悪魔の顔や今。不正解でした。悪魔ではないです。タコくんのことが好きなのは天使か悪魔どっちですか。どっちですか。ちょっと待って、何それ。何それ。どっちか好きじゃないの俺のこと。いや好きだけど、絶対負けないぐらいの自信のあるのは悪魔か天使か。どんな質問だこれ。なんかちょっと照れくさいし若干。歴が長い悪魔でしょう。正解。やったー。ってことは、やめろ。いただくので。え、何天使ってどうやったらなれるの。じゃあのまずお花を贈呈させてあげます。はい、で、この優秀な天使しかつくことができない。優秀な天使、天使の羽衣。羽衣。羽衣なのこれ天使の。よかった、かわいい、かわいくなりましたね。こんだけ苦労してズボン汚されて、こんだけ綺麗な心になりました。やっと綺麗な心になれた。なって思っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。他にも楽しい企画たくさんありますので見てみてください。せーの、待ってるよ。あなたたち可愛い天使と悪魔ね。大丈夫だよ。